前回よりレベルアップしてるというか注目の選手は、あまり見ないです、はい、ただミクルさんの試合とかは絶対に応援に行こうと思います。なんか、なんだろう、前回よりなんかレベルアップしてるというかすごい完成度も高いし、なんかそのありがたいことにリングの前で見させ、結構近くで見させていただいてるんですけど、緊張感とかも全部伝わってきてる選手とかの、なんか足がたまに震えてる選手とか、なんかそれも見えるから、なんかこっちまで緊張して、なんだろう、迫力ありますね。もちろん兄貴たちの吉田さん、朝倉みくるチャンネルの吉田さんと、佐々木さん、もう終わってしまったんですけど、応援しに来たのプラス、もともと空手やってたので、空手の世界レベル、女性、もう名前すぐ出てこないんですけどすいません、お二方空手の世界レベルの試合をこう間近で見れるのは楽しみです。カイチャンネル出るようになってから見るようになりました。いや、すごい楽しそうだなと思って楽しみです。注目の選手は信原くんと斉藤くんです。